こういう山。落ち着きなさい、ちょっと。ナイス。実際どうですか、こう現場にいて、こうなんていうんですか、まあこの現場もある意味男一人じゃないですか。ああ、はい。僕の存在って、ちょっと僕はなんかこうあんまり関わり割らないタイプの人間なので、うんうん、ね、なのでそれってやりづらい空気とか出てません？いや全然やりづらくは私はないです。私も全くないし、うん、時々檜山さんとかがいらっしゃるわけじゃないですか、うんうん、でなんかそうなると、なんか檜山さんがと松岡さんのおしゃべりを小耳に挟んでて面白いなって思ったりしては、うん、ああそうですか、うん、じゃあ僕これまでいいですね。よかった。大丈夫ですか、逆にそういうその女性ばっかの現場ってどういうお気持ちでいるのか、うん、そうですね、まあ最初の頃っていうか、やっぱこう僕もたくさん作品関わらせていただいて、うん、基本的にそうなんですよ、男女比の割合が、はい、かなり極端な方向に振られるっていうのがあるんですけど、でもなんか最近はもう慣れましたね。あ、そうなんですね。で僕的にも話を聞く方が好きなんで、へ、うん、行く方よりかは、でなので自分もなんかこう、まあ、話しかけたりもしますけど、うん、基本的にはこれは来てもらったことによってそこから話を続けるとか、うんうん、はありますけど、まあ、基本的には全然、僕は今居やすい位置にいるんで、うん、僕端っこが好きなんで、あ確かに、そこにいるともう心が落ち着きます。現場アフレコ終わった、あ、じゃあテスト終わった後とかに、うん、松岡さんがハフニールの現場で初めて私に声をかけたことがあって、うん、なんか、うん、ティアは本当にけなげだねって言ったのが結構嬉しかったっていう。そうだ、なんか いい子だねみたいなことを言って、うん、ですんごい嬉しかったの反面、うん、何を企んでるんだって思っちゃった。俺企みがないと話しちゃいけないの？いや、なんかそんなこと思ってたんだな、いや興味あったんだなティアにと思って。いやそれはね、うん、だその後ちょっと続きがあって、うん、さらにこう話が続くようだったら、うん、これを言おうって思ってたの、うん、このままティアが順調にそのまっすぐ育っていったら、はい、すげえいい女になるよねっていうのを続けようかと思ったんだけど、スンってなったんで、そう、私がね動揺しすぎちゃったんですよ。あ、そうなのね。話しかけられたと思って、うん、そうそうですよね、うん、そう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 、うん、ね、けなげで可愛いんですよ、うん、そうそう、うん、ねえつって日向里奈ちゃんに話を振るっていう。そうそうそう、うんうん、どうしようどうしようと思って、うん、終わっちゃったから、うん、松岡さんに話しかけられたら、うん、動揺するかも、うん、そうですね、動揺しますよねそれは、うん、それはでも嬉しい動揺ですよ、うん、きっと、うん、あ、ほうほう、そっちの方で、あ、なるほど、多分松岡さんがに話しかけられたことないって思ってる人たちは、ね、多分怖いっていうよりは松岡さん怖いなじゃなくて、ね、私に興味ないんだろうなっていうのが大半だと思うんですよ。え、ちょっとまずくないそれ。なんかいい印象じゃないよねそれ。いや、いい印象でも悪い印象でもないんだと思います多分。それはそれで。うん、興味ないんだろうなって寂しく思ってる人はいるかもしれません。なるほど、オブジェクトみたいな感じで、オブジェ、もしかしたら、ん、何オブジェクトって置物みたいな感じで、オブジェね、オブジェ、オブジェクトってやだ。オブジェクトはね、違いますね、かっこよかったね、オブジェクト、うん、ちょっとね、それワード文書とかのやつで使うやつですね、多分。だから、なんて言うんだろう、うん、話しかけない
話しかけてあげた方が多分みんな喜びますよ。それはもちろんそうだと思います。そっか、そう、ただ松岡さんすごい集中されてるから、 そのねお仕事をちゃんとこなすのが終わるまで話しかけるのは悪いなとは思っています、うんうんうん、ああそれはありますね、うんうんうん、でもそれをミノにしてる部分もたまにあるんですよ。あらそれは良くないですね。実は実は実は台本開いて、はい、あの読んでるふりをしてる時とか、あるある、うん、私もなんかちょっと今日ちょっと疲れてるなとか、うん、なんかこう今自分のワールドに張りたいなっていう時はパッて開いて、でなんか難しい顔してるようで何も考えてないって時ありますよ、うん、そういうのも自分に必要な時間ですよね、それはコンディション調整の時間みたいな、いいことだと思います、きっと。スタジオじゃないところでもし会うことがあれば話しかけてみます、うん、飲み会とか、はい、そうですね、頑張ります、うん、私が神です。そっと動き出した。